マーク・ネルソン・パストーンは、ニュージーランド出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。ネイピアシティ・ローバースでキャリアをスタート。2003年には、イングランド2部、ブラッドフォードシティ AFC2 席。2006年まで、イギリス国内のクラブでプレーした後、母国のクラブニュージーランドナイツ FC2 席。2007年、A リーグ所属のウェディントン・フェニックス FC2 席。 アデレードユナイテッド FC 戦でデビューするが、試合は1から4で敗れた。クレンモス在籍時は、第 2GK だったが、モスがメルボルンビクトリー FC に移籍してからは、政治 k の地位を獲得した。2009年は、ウェリントンと1年契約を結ぶ。2009から10シーズンは、ホーム戦連続無敗数のリーグ記録の更新に、貢献するが、12月に頸骨を骨折し、 残りのシーズンは欠場することになった。2010年1月、クラブとの契約を2011から12シーズンまで更新するが、2010から11シーズン後半に再び頸骨を骨折した。1997年9月21日のインドネシア戦で A 代表デビュー。その後は、ジェイソン・バッティア・マイケル・アッティング、ロス・ニコルソンらが招集されていたため、2003年まで、 代表には招集されなかった。バッティ、アッティングが代表を引退してからは、後にウェリントン・フェニックスで同僚となる、グレン・モスと、ジ GK の座を争う。フィファ・コンフェデレーションズカップ2009では、第二 g k とされ、出場機会はなかった。W 杯南アフリカ大会オセアニア予選ではモスが4試合の、出場停止処分を受けたため、大陸間プレイオフバーレーン戦2試合に出場。 敵地でのファーストレグをスコアレスドローで切り抜け、セカンドレグでは PK を防いで1から0で勝利、ニュージーランド代表の2度目の本大会出場に貢献した。モスの出場停止処分が本大会でも適用されていたため、パストンが3試合全てに出場。グループリーグ敗退に終わったものの、出場国唯一の無敗チームとして大会を終えた。 ウッドコック、フレッドマークパストン、s デッドレックプラブス、2B フラクチャードレックザドミニオンポストハットパストン s s e a s o n p r o ー a b、ER、l y o v r n z h e r a l エ c o n z ありがとうございます。